続いてのクレームはこちらです。木梨のツッコミが強すぎる。木梨のツッコミは強い、まずは見てほしい。面白いじゃん。それは売れていようと容赦はない。受け身が一切取れない一撃。これ面白い。それは年上であろうと容赦は一切ない。最後は槙原さんの新ネタでお別れ。新ネタ、新ネタって思う。あれちょっと、はい、おせえや。そして美術スタッフにも、はいはい、特にモノマネがたけしさんだぞ。お願いします。なんかバカ野郎早くだよ。勝ってんじゃねえか笑いと。素人相手でも手加減知らず。さらにこの年になって股間を責められる槙原アナ。そんなマッキーからは合わせてこんなクレームも。